はい、どうもこんにちは。はるちゃんねるです。今日ですけども、まあ、あの、ちょっと今までね、エンタメ系とかで突っ込んでいたんですけど、今日はちょっとね、真面目な話というか、まあ、日本の借金についてね、まあ、軽くね、意見を言いたいと思います。で、まず日本の借金っていうのは、現時点リアルタイムで、約3000、まあ、2000から3000兆円と言われてます。まあ、正直ね、桁が違いすぎてよくわからんと思います。が、 ま、国で言うと、もうトップクラスの、まあ、確か1位からんかの借金大国です。日本は。で、多分これはまあもうね、何十年も言われてきたことだろうと思うけど、でね、それに伴ってね、消費税っていうのはね、やっぱ上げていくわけですよ。自分が生まれた時とかは、多分3杯やったかな消費税。100円のもん買って103円とか、だったかなと思うけど、今もう100円のもん買って110円だからね。 一万、のもかで一万一千とか。ましてやね、一千万の車買いました。いうて、百万円消費税になるからね。っていう状態です。でね。まあまあ、そもそもね、消費税はなんで日本とか、まあ、総理大臣が上げていくっていう考えになるのかっていうのは、もう、少子高齢化で、もう、じじイばばアの、保険の方がお金食ってかかるんですよ。全体的に見ると。じゃあ、そのお金ってどうすんのって。 年金ってどうすんのってなった時に、じゃあみんなが買うもんからちょっとずつ抜いていったらいいよねっていう考えからスタートしてるんだよね、消費税っていうのは。で、それをパーセンテージを上げていく上げていくで、徐々に慣らしていくっていうことで、えっと、少しずつ減らそうとか、少しずつそっち側にシフト、あの、金を上げていこうっていう考えになってるんですけど、これはもうはっきり、 言っときますけど、消費で10%程度で、日本の人口、ね、1億何人が、消費で10%程度で、何年間、10年、20年過ごしてっても100、100%追いつきません、借金ってのは。リアルタイムで、年間20兆円ずつぐらい、プラスで借金が増えてきてる状態なんですよ、日本って。ってことは、もう、やるんだったら、 消費で40%とか。普通にどっかの国に40%とかあるんですよ。っていう風に思い切ってやらないと。うん。もう本当にやるんだったらね。戻そうとするならば。40%とかにしないと。例えば、2015年、あ、2025年は40%にしようと。じゃあ2020、2026年は5%にしようとか。こう、もうだんだんとこう、 なんていうかな、なその年を作っていくというか、もう大きくかける年もう軽い年消費税が。っていう風にしていかないと、返す、本当に日本の総理大臣が、借金をなくそうとか、減らしていこうっていう考えだったら、そんぐらいしないといけない現状です。でね、まあ、俺の意見はこれじゃなくて、俺は何が言いたいかっていうと、どこまであがいても、もう言い方考えず言うと、ジジばばが減らない、死なないと、そこっていうのは絶対に思いつかないんですよ。 若者が今もう相当減ってるんですよね日本的に見るとだからもう消費税だけの問題ではなくなってくるけど消費税っていうのはもう俺はもうなくていいと思う何言ってんだってなるじゃんだけどもうこの10%の制度で1億人が買い物しても20兆円ずつ減ってるんよあ増えてるよ借金はねってなったら俺はもうゼロでいい 正直2000兆円も、ま、あその次の桁分からんけどね。な、分からん。その次のね、桁があるやん。蝶の次。分からんけど。になっても、一緒だと思う俺は。借金がある時点でね。もう正直、手の届かない位置にいるんですよ、借金って。だってもう、何人総理大臣が変わってきて、俺が生まれてから。ままあ、俺二十何倍だけど、二十年間。で、 何人総理大臣が入れ替えて何人が消費税上げようとして何人が借金返そうとして現状今その年よりも額が上がり続けてるんですよ。借金の。じゃあもうやめようよっていう俺の考えなんです。バカかと。ま、その政治を知ってる人からしたらもっと悔しい人からしたらバカなこと言うなってなってるかもしれないですけど俺からしたら今の制度の方がよっぽどバカだからね。うん。もっともっと削減できるところはあるし っていう風に、本当にね、日本の、まあ、日本人全体っていう話じゃないです、これに関してはもう。本当国の上の方のやつに言いたい。ほら。本当にそこまでやりたいんだったら、夜もう、スカイツリー電気消しとけ。毎日。ほんとそういう感じ。そのレベル。そんなこともせずに、道路の無駄なとこ電気ついたら正直、細かく見てったらね。 そういうのも全部消したり。とか。もうとにかく、お金お金を減らしていこう。扱うのをね。全体で。そっからやないかなって。消費税消費税って。バカみたいに上げて。うん。そんなんじゃダメよ。っていう風な意見かな。ま、正直、浅いなって思われると思います。この意見を。もし上に聞かれたりしたら。とかしたら。でもお前らのが浅いぞって。お前らも浅いぞって。俺からしたら思う。 そんな高が10%で何になるんて。成果出てないじゃんって。聞こえない挨拶は挨拶しないと一緒っていうの。感覚と一緒で。減らない借金はもう何対策しても一緒っていう。消費税上げてる頑張ってます。いや、頑張ってないけ。増えておけ、借金は。まだどんどん他で削減できるところがあるんじゃないのっていう感じですね。まあ自分の意見は。まあちょっとね、残酷な話。で、シビアな話。で、まあ、 一般生活をしてる芸能人とかでもそうやけど、には関係ない話かもしれない、今回。ただ、俺はこう思うっていう。まあみんなにも消費税の現状とか、借金の現状っていうのを知ってほしかったんで、まあ今日はね、こういうの差し,差し込んだけど、まあこういうのもね、面白いなと思ったら、えー、DM の方とかもして、こういうの話してとか、いうのも待ってるんで。まあ今回はね、こういう感じ、日本の借金と消費税っていう感じのテーマで話しました。ありがとうございました。